朝ドラ「べっぴさんあらすじ予告」第13話坂東本家を追い出される10月17日月放送分危機物語焦土溶かした神戸の姿を見て大きなショックを受けたすみれが近江に戻ると大阪の様子を見に行っていたゆりも近江から戻ったばかりのところでしたゆりの報告はすみれと磯谷を驚かせます 磯谷が誰よりも信頼していた百合のギフス肖像が大阪の空襲で亡くなったというのです一方坂東の本家に疎開していたすみれとユリは本家の者たちからあからさまに邪魔者扱いされていましたそんな中磯谷の兄長太郎がついに言いましたこの家から出て行ってほしいと怒りと悔しさに任せてこんな家は出て行くと短歌を切るユリ 行くあてもないまま坂東の本家を飛び出したユリの目に飛び込んできたのは清の姿でした清が復員したのです